さあマリオカートやりましょう。今週もグランプリの 100cc でキャラクターマリオ車種は何段目で決めております。今回はこちらとこちらとこちらでいきます。前回はコーラカップですね。今回バナナカップになります。いきましょう。そして簡単なルール説明も参ります。最終 G が再開になったら実況シリーズが終了となります。中間 G が再開でも最終 G が再開でなければ問題ありません。そしてハンデは30秒です。5の後30秒後にスタート。2列目以降は7位の人がスタートしてから30秒後にスタートです。あらあら大丈夫か。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30スタートです。このレースは短いんだね。半周以上差がついてます。果たしてポプラをつけるでしょうか。今回も雑談しながらのんびりとやっていきましょう。本日は1月3日お仕事がもう今日でおしまい、お休みがおしまいって方もいらっしゃるのかな。今日は日曜日だもんね。そっか、私は1月4日明日までなので明日も休みがありますが、いやー仕事復帰したくないよね全然お家の中にずっといても何の苦労もしないし苦痛でもないんだよね。ほんと心地が良すぎる。一生こたつに入っていたいわ。よしよし、バイバイ。まだ7位は見えてきません。現在1位クッパ、2位メタルネ、3位ビーチです。お、2連続7位が見えてきた。バイバイ。オッケーオッケー。今日生配信ポケダンやりますが今日が最終回かもしれません。進行状況によっては今日が最終回になります。前もってお伝えしますが、まあ、ポケダンの生配信でも言ってますがエンディングの直前で生配信を終了するっていう形とさせていただいてますが、正式にはフロージャート見た感じだとボス戦が2回あるのかな。そのボス戦の2回目の時にも終了しようかなって思ってます。まあ収録という形で生配、最終回がどんな感じになるかっていうのは後々わかるとして、いやー10月から始めて約2ヶ月3ヶ月は生配信やってきましたが、やっぱり1時間とか1時間半やってると結構進行早いね。でもそれでもパートが15になって3ヶ月やったわけだから実際はどんぐらいなんだろう。いつも15分だから1、2、3、4、5、6ぐらい、6倍ぐらい時間かかるってことか実際は。だとするとパート80の期間は3ヶ月6、18ヶ月、1年半かかってたってことかな。そんなまさか。ボケダン1年半もやれないわ。さすがにきつすぎるよ。さあ、2レース目はマリオサーキット2。ここ好きなんだけど、なかなかミスっちゃうんだよね、いつも。ここも7位の人がスタートしてから30秒後にスタートです。出発を待ちます。ここから1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、2930スタートです。3はどのぐらいでしょうか。1/3、いや半分はあるでしょうか。クッパがものすごい勢いでかけてます。もう2周目入るみたいだよ。早いね。今日は箱根駅伝の袋がありましたね。テレビでずっと最初から最後まで見てましたが、最初創価大学が1位ぶっち抜きでゴールできるのかと思ったらまさかの駒澤大学が抜かしちゃいましたね。すごいすごい。よくあんなに20キロも走ってあんな余裕でひょひょとねやってて、すごいわと思ったわ。
総合大学の人もなんか体調が悪かったみたいで、なんか解説の人はなんだっけ、まあ体調不良でなんとかとか言ってたんだけど、よくまあそのまま完走しきってすごいなと思ったよ。あと3キロぐらいあるところで体調崩しちゃってね。安い少女って言ってたのかな。私のジョギングはいつも5キロぐらい走って、のんびり走ってんで1時間ぐらいかかってんで、時速5キロで走ってもらうそれって歩いた方が早いんじゃないかって感じだよね。実際そんなことないけど結構速く走ってんだけどね、まあ、交差点が何回もあるからそれで時間かかってんのかなと思ったりするけど、実際はどうなんでしょうか。いや、なんだなんだ、炎を吹く女、化け物かい。どけどけ、よしよし。あ、間違えた。でも大丈夫。いつの間にか1位になった状態で。いや、ショートカットからのゴール。OK、ポプロが1位です。ありがとうございます。箱根の駅で見ながらデータ放送でスタンプラリーやってたんだけど、袋も無事私がぶっちぎり1位でした。やったね。みんなが鶴見にいる間、私はゴールしてました。やったね。大会新記録。シード権獲得。インタビュー来ないな、まだ。日本テレビさんまだ来ないかしら。一体なんでそんな早いんですかみたいな。いやー、青ボタンを押すとアイテムがもらえて鏡に持ちとか、そうすると一気に10キロぐらい進むんだよねみたいなわけがわからん。あ、数え忘れてた。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30スタートです。さあ、差はどのぐらいでしょうか。実際30秒以上経ってるわけなので、だいぶ差はついてるかと思いきや、まだ3分の1周差ほどでしょうか。コースが長いので確実な数値は割り出せませんが、果たして追いつくでしょうか。明日もやるとすると次はあれだから、そっか、次の次でもサンダーカップになって1月中には 150cc 入るんだね。 150cc になったらどうなるんでしょうか。これ以上さらに差がつくから、1周差コースによってはね、1周差以上はつくかもしれないよね。追いつくんでしょうか。そして実況シリーズが終了となってしまうんでしょうか。この実況シリーズ始まって1年4ヶ月です。今まで一番長かった実況シリーズは4年以上なので、まあさすがにそれはイレギュラーとして1年半経つとさすがにパート数も増えて新規の方が入りづらくなるって問題もあるんで、なんとかしたいところだよね。今日はマリオ動画とこれと、あ、炊飯器が2時に設定してたからもうお米が炊いたんだな。あなたお昼食べよう。朝早くから起きたからお腹が空いちゃってんだね。今日は何しよっかな。ソースカツ丼にしよっかな。私大好きなソースチキンカツ丼にしよっかな。作るの簡単なんだよ。キャベツ切って、もう揚げ物とか揚げてあるから、ご飯の上にキャベツドーンして、トマト乗せて、カツ乗せて、ソースかけて、レンジでチンすれば終わり。超キラキでございます。あと、味噌汁も作ろうかな。液体味噌っていうの買ってみたんだよね。今までずっと普通の味噌買ってきて、最新式の液体味噌を買ってきたんだ。料亭の味の液体味噌かな。ボトルに入ってるやつ。そういうの使ったことないからすごくいいなと思って。わざわざね、溶かしたりする必要もないんだもんね。すごいわ。時代の進化だよね。久しぶりに味噌汁飲むな。てか冷蔵庫にミネストローネがもう1週間前ぐらいから入ってないの、あれどうしよう今日食べた方がいいのかな。でも味噌汁も、味噌汁じゃない、ミネストローネもったいないなって思ってて、1週間ぐらい経ってるから、それはずっと飲まないってことだよね。味噌汁延期かな、ミネストローネかな、ゼラタン。でも今日お昼しか食べないし、ミネストローネいっぱい作ってあるし、完食用に食べるか。
冷凍庫のものばっかり消化してるのに、いつまで経っても全然なくならないし。うわー、バナナ全部大丈夫だったか。そしていつの間にか2位に、3位に、果たしてポピュラは3位だー。東洋大学は3位だったみたいな途中でゴローンなんかしてないよ。誰も転倒しなかったね、さすが。あらあら、最後はワルウィージピンボールファイナルステージです。10区ってところでしょうか。私は最後からのスタート、繰り上げスタートでしょうか。専修大学と山梨学院大学、ポプーラ大学、ここから1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。あ、そっか、今日は集まりの動画出そうと思ってたんだ。ハッピーニューイヤーの動画をね、出そうと思ってた。忘れてた。やんなきゃ。USB に入っているから、この後撮影したら映して、どこやんなきゃ。この編集は大変じゃないかな。すいません、まさかのカメラアプリが落ちた。撮影は一応保存されてはいたけど、突然カメラ落ちたからびっくりしたわ。アプリが落ちるなんて、そんなことあるんだね。ビビったわ。未だに8位です。そしてポピュラー追いつくことができるのか？ここで一気にストレート行きたい。大丈夫大丈夫、問題なさそうだ。バイバイ。よしよし。ニューデイジーピーチ2位、クッパ3位、デイジーです。オッケーオッケー。セブン、最近よくこのセブン出るんだよね。何だ、よしよし、泡盛月中一気に1位になります。さよなら。よし、クッパーは創価大学じゃないね何言ってんの。イカスミアタック、はい、レッツ。いや、来る。あいー、やばいやばい。コーナーです。差をつけられるか。よし、さすがポピュラ。さあ、ラストランです。それにしても昨日はポケダの生配信、よくまあボス戦ギリギリ勝てたよね。ほんと奇跡だったね、あれは。でも最近やっぱりレベル上げ全然できてないから、正直きついんじゃないかとも思うけど、案外さっくり倒してたりしてね。どうなんでしょうか、やってみないとわからないよね。あちち、あわわ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 わ、2位になってしまいました。大丈夫か？あーって仰ぎ声が聞こえたけど。よし、これで一気にコーナーで差をつけるぜ、ポプラ。ラッキーポプラ。圧倒的な差を力つけます。決まった！ポプラが1位です。さあ、最終順位はどうなったんでしょうか？最終結果を見てみましょう。こたつの上にさ、いろいろ物食べ物置いてんだけどさ、天板の上がちょっと温まってきてチョコとか溶けちゃうんだよね。プチケーキが置いてあるんだけどさ、プチケーキの中の袋めっちゃ水分まみれなんだよねカビないかが不安なんだけど、プチケーキ今のところ大丈夫そうです。ということで今回は1位の星2でした。1位は私36ポイント、2位ピーチ30ポイント、3位デイジー27ポイント、最下位ヨッシーの4ポイントでした。では明日またやってきます。ありがとうございました。